はい、今日はコメントでリクエストがあったヤンガス占い行こうと思います。ヤンガスは第7弾で出た新しい僧侶専用のレジェンドレアカードです。自分のターン終了時、残り MP をすべて消費する。消費した MP が1以上の場合、その数と同じコストのランダムのユニットを1体出すと。はい、僧侶は MP が余ることが多いんでね、ヤンガスで何かランダムなユニットが出てくれると嬉しいと。例えば 6MP でヤンガス出すと、残った 3MP の何かが出てくると。はい、でさらにそのヤンガスをこれ復活させる面白いカード、デビルマスタッシュ。死亡時、この対戦中に死亡した2コスト以上のランダムな味方冒険者をこのマスに復活させると。でヤンガスが復活したら面白いなと。はい、あとはやっぱりセイニャでヤンガスヤンガスヤンガスになっても面白いし、そのためにフォズでテンション貯めようかなという感じです。ザオラフルがコスト4になってるのはちょっと重いね。ククールはきついが、でも戦えないことはない。俺の出番か。早く終わらせて美女たちと戯れたいね。私が本物の勇者となる。かっこいい、ね、羨ましいな。魔剣士アンルシア、ピサロのアナザーリーダー、うん、いまいちだな。さあヤンガス来い。さあ行こうか。ダメスタートですな。ニフラム、私のターンだ。かっこいいな。私のターンだ。ニフラも聞かねえよこれ。我がしもべ。俺のターンだ。ピサロナイトはお前のしもべなのか。打ち倒そうとすると闇への供物とかやってくるんだよね。私の出番だな。闇への供物。おお、供物のカードが新しい。今見た。あれ？今まで見てない。何何？これプレミアムカードだとイラストが違うのかこれ。かっこいい。初めて見たカードだった。ヤンガス出ないとやることないんですけど。なんか、一番コストの低いカードを引いてくるっていうカードで引いてきてもいいんだけど、それが下方修正されて前1コストだったのが3コストになっちゃったね。なんですごい辛くて使えないから入れてないです。ミルドラスいいね。モーション上げるとき上げた方がいい。ミルドラス、あなた倒せますかという相手3ターン目何も出せなかったっていうのはすごく僕にとっては嬉しいね。何も出すな。だいたいゾーマが出てくる。お、いいよ。あーでも7か。いやー、じゃあヘルバーム出てきちゃう？ヘルバーム出てきちゃうだろうが、ここはミルドラス出さざるを得ない。次どうせエロスの弓とこれで取れるし、ニードルラッシュでも取れるから。ルバム、あるよねー。こっちも取れるんだよねー。これプラス、エロスの弓でいいね。これプラス、ニードルラッシュ使わないでいいっていうのはすごく嬉しいところだ。で、次、復活の杖で復活できるし。で、ヤンガス引いてくるかもしれないし。癒しの波動。ヘルバームを1体使わせたっていうのは非常にいいね。これは非常にいい展開だ。相手は MP が上がってはいるが、そう、打てる手はないみたいだな。私の出番だな。意外と回ってないように見えるから。ああこれ次復活の杖使いたいのに、これがもったいないね。エロスの弓が、まあいいか。テンション上げるのに使ったと思えば、テンション打ち上げに使ったよと思えば、この2点を、
ほどやることがない。闇への供物。なるほど。俺のターンだ。これは無理やりこれをこいつをやっつけて、でも無理やりやっつけて、でもこれを使わずに使わずにこれで無理やりやっつけて、でもミルドラスを復活させた方がいいでしょう。こいつを食らえ。ビルプリストはなんじゃなんぼのもんじゃい。そろそろ覚悟を決め、セッ！ミルドラース祭りにしてやるぜ。はいはい、何度でも蘇るよ。どう動くかな。さらに一戦で何が出てきても叩くし。もう一体ヘルバーもあるか。さらにニードルダッシュが2個控えていて、インフラムまである。さらにザオラルもある。ここに、ネガバクバ、ここに、あれを隠したいところだ。ヤンガス。うまいなぁ。こいつが強いんだよなぁ。からの？まだ何度も出てくるよ。いでよ、我がしもべ。さあ、行こうか。焦るのやいね。ここは使うべきだろうな。そうだよね。こいつを食らえ。このスナイプ2点は何かのために取っておき。ザオラル。ザオラル。スタムは出てくるかな。回復は待ちたいな。19点はまだなんとかなるでしょう。私のターンだ。スタムは出てきたらちょっともう悲しい。さすがにこのニュートラース祭りはどうにもならんか。しかもテンション上がってないしね。アスラ、アスラ回復か。ニードルラッシュ使うかどうかを悩むところだな、これは。アスラアスラ？アスラアスラソードイドっていうパターンなんだよ、これ。来ない。一戦が使えればいいかなっていう感じか。さあ、どうするか、こいつを。さあ。回復もしたいし、一戦もしたい。グレイナルいいね。あ、でも2体出てくるんだ。はい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 。もう一体出てくるよ、これ。これは回復した方がいいな。むしろニードラッシュ2回使ってもいいぐらいの。ニードラッシュ1回使い。待てよ、倒して。倒して。こいつを食らえ！ HP はまだあるか。じゃあ、こっちで殴った方がいいか。いや、もう十分だろ。倒して。時間も少なくなってきたし。回復し。さっさと終わらせるか。癒しの波動。お父様、ありがとうございます。どっかにルドマン使い。頼んだぜ。後ろの方が良かったかな。ミドラスだらけ。一匹死んでも。さあ、さすがに一戦でもどうにもなんなくないか。グレイナルの方が良かったか。
ルプリーストが出たところで、私の時代だ。出たところで出て、ああ出て一戦してどっか落とせば可能性があるってことか。わ、究極生物だ。おお、初めて見た。ピサロナイト以外の初めて見た。殴ったとしても HP が上げて一戦ができない。上げたら次 MP0 になるから一戦打てない。さすがのミルドラース祭りは無理だったか。いやー、ピサロに勝つな。はい、上げて、一戦打てないから。あ、一戦打てないけど、あれが打てるんか。そうか。ジゴデインが打てる。打ったとしても、それでもジゴデイン、まだミルドラース復活するからね。強かったが、こっちの並びの方が強かった。よーし、はいはいはい。すごい圧倒的なミルドラース祭りだった。でもヤンガスが出てこないからもう一回行こう。割とピサロナイト相手に出てくる。相手がなんか3コス4コスの時に何もできないっていうターンがあったから、それが良かったね。俺の出番か。早く終わらせて美女たちと戯れたい、ね、ミルドラースをあのヘルバーム使わせて倒させたっていうところが良かったな。出てきたヘルバームが倒せる状況なら別に出してもいいんだよね。俺の出番か。早く終わらせて。出てきたヘルバームの HP4 が取れない状況だともう負けなんだよね。2点2点とロトとエロスの弓とか取っておけばなんとかなる。この勝負俺が勝たせてもらうよ。さあ、ミネアはどうせじゃんけんミネアだろう。じゃんけんミネアにラプソン聞くかもしれないな。割とめんどくさそうですよこれ。相手が先行だっていうのはいいね。後攻だともう、おぉ、ヤンガス来た。ヤンガス来た。しかし、いつ出すかっていうか、3ターン目に出してもしょうがないからね。ある程度盤面を取った時に出したい。しかも、復活できる。あ、8だ。明らかに8できましたよ、相手は。どうするかな。明らかに8できたよ。これ僕回してってもいいな。行きますわが来ちゃうからな。復活まで、復活の杖まで、ヤンガス頑張れるかな。今ラプソン出してもっていうところがあるんだよね。さあ、未来は私の手の中に。なんか1、2体出してくれればラプソンでいいんだけど。まず、カード引く方が優先だろうな。俺のターンだ。ラプソン出して後ろに、ラプソン出して後ろにヤンガスを隠すという方向でいこう。私のターンです。サイコロンとかがめんどくさいな。無視する。私の力となって。無視するなら僕も倒さずに無視するぞ。ヤンガスルナやっちゃうよ。行きますわがでも来そうなんだよな。今来た時どうするか。復活の杖で復活するまで耐えられるか、ヤンガスくん。もうヤンガスルナ。ヤンガスルナ。あー、デスタムーンはもういいね。ヤンガスに、タロットショット打たせて。ラプソンが味方なんて調子狂うでガス。さあ何が出ますか。ヤンガス占い。はい、ゴミ。これまずいね。よく考えると。復活のせいでこいつが復活してしまうわ。ああ、サイコロン来そうだな、これ。
ああ、違うか。つむじ風か。つむじ風で、つむじ風で一掃って感じか。何点出るの ?5 点か。殴って殴ってつむじ風。全処理するか。ヤンガスだけ生き残れ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 。あ、メラゴーストか。そうだね。生き残れ、生き残れ。よしよし、よくやった。もう一回撃つ。もう一回撃つな。うわー、速攻。外れ、外れ、外れ。よし、外れた。任せろ。地獄の底まで付き合うぜ。キーファなんていいカードが来たんだ。俺のターンだ。あれが出てくるな。くっそー。貫通持ってるからな。キーファいいカードだな。悔しいな、これ。あ、でも回復すれば。貫通持ってるから、こいつが厄介だから。これを倒し、癒しの波動。自分で倒せばいいんだ。よく考えたら。はっ。せっ。じゃあ、はい。回復したいから、回復したいからちょっと一個あげよう。俺だって辛いんだぜ。クソ、占いでキーファが出てくるとは大当たりじゃないかよ。もうなかなかいいよ。こいつは私のターンです。面白い仮面。お、リーダーを攻撃するたび攻撃力プラス1。最後の最悪。ひどい。来そうな気は、来そうな気はしたわ。強っ。強い。両方倒せない。いやー、どうするか。デスタンマー出したい。次あれをやりに来てるでしょう。クソ、倒せねえ。デスタンマー出したい。この一回耐えられればデスタンマーでいいんだけどな。まあ、灯火小僧で。こっちの方がいいか。難しい。ニートンラッシュで倒せるからなと思って。次絶対出てくる。まだ25点やりに来るか。どうだ、レッサー来るか。レッサー一回耐えればなんとかなるかな。デスタムが出して、後ろに隠してレッサーだと思うんだが、いい勝負だぞ、いい勝負だぞ。復活の杖でな、ヤンガスが復活してくれればいいんだけど。おっと、レッサーは今のターンを諦めた。だとすると僕はデスタムは出すぞ。もう絶対タロットショット、タロットショットが来るんだよな。あ、そっちを先に使う。これで切り裂いてはなくなった。これを倒したいってことか。邪魔だから。お、レベル21個使っちゃった。さあ、未来は私の手の中に。これ倒しに来るでしょう。よし。回復してデスタムーは、ああ、いいね。精霊の矢から、回復して。ここで精霊の矢使うのでもったいないって言うよ、もったいない。あんま使う必要がない。そうだね。癒しの波動。
まあ、でスタンバーしかないよな、これ。打てる手はないみたいだな。まあ、都合よく使われてしまうだろうが、タロットショットがなければって感じ。あると一気に振り。そうだよね。そうだよね。ですよね。で、ゼロを返してちょうどいいやつなんだよな、これが。エッサーやるのに。この一回を耐えれば、お先にそっち打つ。このターン耐えれば、4回分耐えられるか。2フラもいいよ。おお、耐えた。よし。1回目耐えたらいいよ。ラグアス。すげえ。全員2フラムで死ぬんだけど。なるほど。こっちは僕の手札が見えるのか。でも僕は見えない。で、コストが。そういうやり方ね。でもここで1とコストと2コスト使っちゃったら、ちょっと厳しくない？デビルマスターシーいいのに。もう1回来るか、これ。12点。消滅するから、ここの、ここで、まだ、レッサーデーモン出せないでしょ。ない、ない、頼みます。やめてくれ、やめてくれ。もう一個あるの？ない、よし、全員2フラム。死ね。そこに当たってつまんないな。さあ、どうするかな。まあ、全員2フラムで。消えてくれ！からのどうするか。テンション上げたい。ザオラルしてる場合ではない。切り裂いてがまだあるか。でも4点出しておいた方がいいのかな。ザオラルでゴミが出る可能性があるけど、ゴミじゃない。デスタムーア出れば勝ちなんだが。デスタムーアにかけよう。デスタムーア、お願いします。デスタムーア、まあいいか。まあ外れ。出る手はないみたいだな。私のターンです。当たりに近い。さあ、レッサーでも引いてなければ価値はあるぞ。これ使ってテンション上げて回復したいんだけどな、本当は。それでレッサー引くのか。ずる。1で引いてもしょうがないでしょ。俺のターンだ。感謝いたします。来ちゃった来ちゃった。もしかすると聖ニャで3体復活するから、聖ニャにかけよう。これ2が出てくるってことは、つむじ風を引きたいってことか。せいにゃな。せいにゃしかない。1、2、3。つむじ風封じ。すみません。寝てました。レッサーデモン来たらもう終わりだな。デスタムは、デスタムは、来ない。デスタムは来てくださいよ。でも割と強いのが来た。レッサーデモン以外ならなんとかなる。レッサーデモンも。よし。行きますわ。あら。あら。ちょうどいいやつに。で、レッサーデモン。これは負けだわ。さすがに。引けてたの？引けてたの？ずるくない？外れろ、外れろ。外れるわけがない、今の。悔しい。外れろ、外れろ。外れるわけがない。くそー。外れろ、外れろ。なあ、デスタムは復活してよー。くそー。デスタムは復活しても無理だったか。俺が負けるなんてな。まあ、ヤンガスは外れということで。
残念。その当たりがいずれ見たいですね。ということで次回また。